はですね、自分が初めて来るエリアなんですけど、最初は、まあ普通のメタルジグにフックがフロントとリアついた状態で、まあボトムの方に反応があるって言われてるんで、まあそこでまあマダイだったりハマチだったりで、まあ上の方になったらサワラが食うっていう風に言われてるんで、ちょっと狙ってみたいと思います。今 50g を使ってるけど、結構まあ潮も効いてて流される速度が速いですね。ロットは今年の夏に発売されたソルティガ SLJ の 64MLS SMT ですね。まあ、今回その、ブレードゲームっていうくくりで、やっぱ高速巻きが基本としてあるんで、今回持ってきたリールは、普段自分はノーマルギアが好き好んで使ってるんですけど、今回は両方とも、今回のセルテートもルビアスエアリティも、エクストラハイギアを持ってきました。バレた当たった、あ、来た。一回フォールで乗ってバレたけど、また追い食いしたな。おお、ハマチ。おほほほほ。はい、お願いします。やった。まずはかわいい1本目。本来のスーパーライトの釣り方で、ベイトの反応の下からホール中にスコーンとか1回当たって、このハマチくんが釣れましたね。で、今使ってるジグが FK ジグの TG、今度新しく出るんですけど、フォールに特化したジグになってて、こういうふうにこうドテラに流してる状態でも、軽い力でしゃくってジグの頭をこう横に向けて、でフォール姿勢に移行することができるんで、すごい釣りとしては楽になります。なかなかこうドテラ流しでフォールを入れてあげるって、ちょっとやっぱどうしても引っ張られる力が強くなるんで難しくなってくるんですけど、このジグはすごい簡単に頭を横に向けてくれるんで、フォールの誘いがドテラ流しでも入れやすいです。お、サワラ、サゴシや。よいしょ。ありがとうございます。もう本当表層付近でいきなりガツンとこうひったくるようなバイトがあって、上がってくるとこういった、サワラサイズにはならないけど、サワラが食ってくれました。思うかな。強気でいくよ。ちょっとサイズアップやね。もう一回回しましょうか。あ、いいか。すいません。ありがとうございます。
よし。いや、サイズアップしましたね。でもこう巻きながら止めて、巻きながら止めてっていう風にするとブリが食います。サワラを狙うんだったら果てしなく巻き続ける。そのブリとかタイも追いつけない速度で巻くことで遊泳力の速いサワラを狙ってるっていうスタンスですね。まあ、まずタックルロッドとしては、まあ、少しパワーのある61の MSTG スリルゲームですね。スリルゲームっていうのはもう全身フルソリッド、もう中に身の詰まったあのブランクスになってます。で、まあ、中空のチューブラー製のロッドと比べて、まあ、曲がって曲がってそこからの反発力っていうのがものすごく強いロッドなので、こういう風にですね、曲がり込むは曲がり込むんですけど、そこからまた戻る力、復元力ですね、反発力復元力が強いんで、まあ、魚の引きも楽しみつつちゃんと魚とのやり取りもできるっていうことでは、このソルティガ SLJ の61スリルゲームはおすすめのロッドになってますね。ゆっくり遅めな釣りを展開してマダイとか青物を狙ってみましょう。着底してゆっくり、ポールを入れたり、まあ、ふわりふわりと誘いを入れてると結構当たるようなパターンが多かったですもんね。今50ですかね。くた着底と同時やった。おお、この感じはタイかな。おお、トイだ。ありがとうございます。はい、狙い通りでしたね。ちょっとジグのウエイトが重たいかなと思って軽くしようかなと思ってたタイミングで、まあ、着底と同時に、まあ、フォールしていたジグを追っかけていたであろうマダイが食ってくれましたね。まあ、こういう風にこうこっちのエリア早巻きでの釣りもあるんですけど、まあ誘いをゆっくりとしたスローな釣りをする場合なんかはこういう風にマダイとかも狙って釣れるんで面白いです。よし、食った。あ、抜けた。あ、おるか。お、サワラか。お、いいサワラだよ。よいよいしょ。いいっすね、いいっすね。来ましたね、サワラのサイズアップ。ちょっとゴールド系に変えて、まあ、濁り潮の中ちょっと探ってるとちょっと反応が良かったですね。やっぱフックもテールシングル1本だけでいいっすね。やっぱフロントにあるとリーダーに干渉しちゃうんで、切れる元なんでテールの1本がいいと思います。いや、面白いサワラ。